こんにちは、斉蔵です。今回はノーゲームノーライフというライトノベルの一巻を読んだので、感想じゃなくて紹介をしていきたいと思います。こちらのライトノベルなんですけれども、なんかゲーマーの兄弟がいて、空とシロっていうゲーマーの兄弟がいるんですけど、空が男の子、空が18歳の男の子で、シロが11歳の女の子ですね。その兄弟がいるんですけど、その兄弟がなんかめちゃくちゃゲームがうまいゲーマー、廃人ゲーマーでして、で、なんかゲームをずっとやってたんですね、現実世界でゲームをやってたんですけど、ある日なんかね、招待状みたいなのが届いて、ゲームの世界になんか入り込んじゃうんですね、この2人の兄弟が。ゲームの世界に入り込んでしまって、で、なんかそこはファンタジーの世界で、なんかね、すべてがゲームで決まるような世界でして、すべてのことがゲームで決まる。ゲームで勝った人が、なんか世界、なんか、勝者みたいな、そういう世界ですね。そういう世界観の、が舞台の話ですね。何言ってんのか。だから言いたいことはよく伝わってないと思うんですけど、ゲームの世界なんですね。だからチェスとか、なんか普通のゲーム、テレビゲームとかじゃなくて、チェスとか将棋とかああいうのありますよね。ボードゲームみたいなの。ああいうのが、あとポーカーとかね。ああいう、なんかゲームといってもテレビゲームじゃなくて、ああいうボードゲームみたいな、そういうのが、で、勝負を決するような感じですね。で、この空って、白がね、めちゃくちゃゲーム、そういうポーカーじゃなくてチェスとかがめちゃくちゃ強いんですよ。白はね、なんか、先読みの力がすごい、先読みっていうか、結構、なんていうのかな。頭脳派なんですね。白が頭脳派で、この空っていう男の子、お兄ちゃんですね。空ってお兄ちゃんが、なんていうかな。なんか、現実世界ではゲームのなんか、なんなのかな。なんか、担当が決まってて、白は頭脳派で、なんか、空はサポート役みたいな感じですかね。その内容ちょっとよくわかんないんですけど、ちょっとよくわかん、なんかね、ゲームにとにかくやってる感じだったんですよ、ずっとずっと。なんか、ゲームをやって、世界をなんか支配していくような、ファンタジー世界を全ていくような感じの世界観だったので、ちょっとよくわかんなかったですね、読んでても。よくわかんなかったです。なんか、ちょっとね、文章がね、僕好みじゃなかったので、僕の好みの文章じゃなかったので、なんか読んでて、なんか、ちょっと理解できないところとか結構あったので、なんかね、言ってることはよくわかんなかったんですよ、これ。なんか、書いてあることはよくわかんなくて、ちょっと戸惑いましたね。あんまり語れないんですけどね、そんなに。まあ、そんな感じの、まあ、ちょっと人を選ぶような文体なので、文章を、あんまりこの文章を合わないなって人は読まない方がいいですね。ちょっとこの作家さんはですね、イラスト専門の、本来イラストを描いてた人なので、エミヤじゃない、神谷優さんって方は、絵を専門にしてた人なんで、漫画家さんだったのかな、漫画家さんだったんで、小説がこれ初めてらしいんですよ。で、なんか、あんまり文体がなんかね、ちょっとね、人を選ぶ文体だったので、ちょっとね、あんまりね、僕読んでてもそんなに感銘を受けなかったというかね。なので、人を選ぶので、まあ、僕もこれ続き読むかわかんないですけど、まあ、気になるので、まあ読んでみたいと思います。さよなら。